プロボクシング IBF 世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス、31イコールプエルトリコ、が現役引退を完全撤回した。17日、日本時間18日、にロドリゲス自身が Facebook で引退の声明を発表していたが、一点、現役を続ける覚悟を自らのインスタグラムで綴った。これは私の階級の王者全員に当てはまる。 私たちは勝つことが分かっているファイトをやめて、王座を統一するつもりだ。注目を集めるために特別なことをしなければならない階級にいる。王者同士の戦い以上に素晴らしいことはないだろう。とた団体王者との統一戦に意欲を示した。母国プエルトリコのメディア、プリメーラオラによると、ロドリゲスが指導を受けるジェイコブナ・ハルトレーナーに現役を続行を伝えたという。 ナハルトレーナーによると、ロドリゲスは WBC 世界同級王者アレハンドロ・サンティアゴ、27イコールメキシコ、との統一戦を IBF から認められたことで気持ちが落ち込み、勢いで引退表明をしてしまったとしている。現在は Facebook の引退表明は削除されている。ロドリゲスは、私たちはファンが望むもの、最強と最強の戦いを提供するつもり。 誰が最も強いのかをリング上で証明する必要があるとインスタグラムに綴ったその上で私の陣営は誰とでも交渉したり外部からオファーを受けることにオープンだ喜んで耳を傾けるビッグマッチに向けて準備ができていることを陣営に伝えてくださいそれともまだですか戦いを現実するには皆さんと陣営の関心が必要です WBA 世界同級王者井上拓磨、27イコール大橋、らた団体王者たちに呼びかけていた。ロドリゲスは19年5月、イギリス・グラスゴーで行われたワールドボクシングスーパーシリーズのバンタム級準決勝で、当時の WBA 世界同級正規王者井上尚也、大橋、と WBA 正規、IBF 座をかけて拳を交え、2回 TKO 負け。 プロ初の黒星を喫していた。今年8月、米マイアミで IBF 世界同級王座決定戦に出場し、メルビン・ロペス、ニカラグアを下し。